いよいよその二元数関数の定流点があったときに、その定流点で本当に極大となるか極小となるかということを判定する十分条件を与えます。いいですか。まあじゃあ復習すると、まあ U があるとしますね。これ回集合ですね。で F はこの U 上で定義されているとします。でここの P0AB でその極小または極大だったら FXAB イコール FIAB が0だってわけですね。でこの両方とも偏微分が消える点っていうのは定流点と言いましたね。で必ずしも定流点だからといって極大極小になるとは限らなくて、だから定流点で極大になったり極小になるという十分条件が望まれるわけですね。いいですか。2回の1変数の場合は、どこ行ったっけ、あ大変だ、1変数の場合はこの定理があって、この定理ってどの定理かというと2つ定理があるな、ここではこの定理ねいいね。だから F'A が0で2回の微分が正だったら極小、負だったら極大だってわけですね。ああ大変だこれ、ね、というわけです。これに相当する定理を行き過ぎちゃった与えるわけですけど、まあ極小の話ばかりだけありますけど、じゃあAB で FXAB イコール FIAB が0としますね。いいですか。定理点だけ、ね。で十分条件はこれです。FXXAB が正、FXXAB、FYYAB マイナス、FXYAB の乗。これはディターミナントの HF at AB ですね。これは正なわけ。で、それで、ちょっとね軽い風邪気味なんだ最近このご時世だとちょっとした風邪でもなんかすごく心配になっちゃったりするんですけど、それでなんかタバコ臭いな、どっか流れ込んでくんだよなこういうのって。それで何かと何言ってたか分かんなくなっちゃったけど、ちょっと大事な性質を忘れたんですけど、この F は U 乗 C2 級だとします。C2 級だとします。いいですか。で、大事なのは実は F の星シャープ、2回の偏微分が連続だというわけです。これが後で聞いてきます。これが大事です。いいですか。まあ、あんまりこういうところを神経質に出してね、最初は。それで、です。この十分条件は、HFAB、正確に言うと、が与える二次形式ね。が正定値だってわけですね。それで、これを導くために使う定理が、まあ、想像つくでしょうけど、この定理なんですけど、これ仮定は各点 P で、いいですか、各点 P でここのもうなんかもうすごく色たくさんで汚くなっちゃいましたけど、これね、これ P 属するいう各点で FXP が正、ディターミナント HFP が正じゃないとまずいわけね。まあ、そこで連続性が効いてきます。いいですか。そこはこれを使う大事だって言った理由です。まあ、で、いずれにせよこれの十分条件のもとで、AB で F は極小になります。いいですか。というわけです。まあ、ですから実は連続関数の性質だけなんですよね。で、その一変数の時と同様に
G が連続関数にしましょうね。で、これ証明与えないですけど、ほとんど一元数の時の証明と同じです。いいですか？友情、回集合友情 G が与えられていて、各点で連続にします。いいですか？何言ってるかというと、PL という点がP0 に行くとしましょうか。そしたら、FPL が FP0 に近づきますよっていう、それだけです。これが各点 P0 で成立するわけね。いいですか？で、P0 で正にしましょうか、今度は。AB で正にしますね。これ仮定ですよ。これ仮定。そしたら連続性の結論として近くで正になります。だからこれ半径デルタのつもりですよ。これは B デルタ AB ですね。ここにありますよ。AB を中心として半径が正である、開円盤なんですけど、ここで G や GXY 正になっちゃいます。G 正になっちゃいますね。いいですか？だから、ある整数デルタが存在してですよ。いいですか？だから近くで正になります。いいですか？それで今これだから私のジェスチャーとか顔の表情はまあどうせ鉄燃費なんですけど、私のジェスチャーが出てないっていうのはあまり教育的には良くないかもしれないですね。顔を出すようにするっていうのはなんかできないことないんですけど、また編集作業が加わるわけね。それはちょっと今の状況大変ですよね。まあもう少し来年もこの状況が続くとはあまり望んでないんですけど、まあというわけです。じゃあいいですね。じゃあこれはこの連続関数の定理は仮定まあ証明しないことにしましょう。一元数と同じですよ。いいね。配理法使います。でじゃあこの定理を証明しましょう。極大極小の判定条件ね。で、fxx と fxfyy-fxy 乗ね。これ連続です。だって f シャープシャープ、これ両方とも連続だって点ですから、足しても掛けても連続です。これ出ます。それで、そしたら両方ともいい半径に2通りでいくわけね。ここまずデルタ1、あるデルタ1正で fxx の pp が正 p が b のデルタ 1p0 にしますか。ここ p0 ですよ。で別のあるデルタ2が正が存在して、今度はだからこちらの方が大きいように書いておきます。あ、ちょっと悲惨ですね。まあわかるでしょう。いいですか？こちら大きいだ、デルタ1とデルタ2の代償関係はわからないわけですよ。そこが難しいところなんでしょうけど、あんまり難しく考えないでね。いいですか？まあだから、行列で書けばよかったかな。これが正なのね。P 属する B デルタ2ですか。で、どうするかというと、小さい半径、今の場合デルタ1ですね。デルタ2が小さい場合、デルタ2を取ればいいわけね。だから、デルタを小さい方を取ります。まあ、こういうのはなんか、なかなかできるようにならないですよ。これスラスラやってるのはまあ私もちゃんとトレーニングしたからですよ。ですから共通の半径、これ正になっちゃうけど、ところにおいて fxx も fxxfxfyy-fxy の事乗も正になります。ここが分かったわけね。
このデルタはこのデルタ1とデルタ2 の最小値ですね。でそしたらここのもう一回書くと、ここの半径のところね、これ凸ですね、半径デルタで P0 凸ですね、これ示せます？結構難しくなりますよ。いいですか？Q はB デルタ P0 が凸である、凸集合であることを示せ。なかなか難しいですね、これ本当は。本当は難しいの。まあ直感的に見れば分かりますね。で、そしたら XY が AB と違ったら FXY 大なり、小なり、どう言えばいい、FXY は、FAB プラス FXAB、X マイナス A プラス FYAB、Y マイナス B より大きいっていうわけですね。いいですか、これこの XY はここにあるわけね。いいですか。それで今定流点ですから、いいね、ここにあるよ、定流点ですから、これ0ですね、これ0ですね、だから左辺じゃなくて右辺は FAB です。だから FXY は、この円盤の中で中心じゃない XY ですよ、そこにおける値 FXY は FAB より大きいってことがわかります。これは証明です。ああ、大変でしたね。